はい、青空が広がってポカポカ春の陽気となりました。リポーターの中原彩香です。今日は鴨島町に、中継からお伝えにしていきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。カミカミですけどよろしくお願いします。はい、はい、今日はすいません難しい今日は日本オブスタクルスポーツという、スポーツを紹介していきたいと思います。はい、オブスタクルスポーツの、日本オブスタクルスポーツ協会の白川智明さんです。どうぞお願いします。どうよろしくお願いします。よろしくお願いします。白川さん、はい、早速なんですけども、白川さんは普段は何をされてる方なんでしょうか？僕は普段は明洞の方でパーソナルトレーナーとして活動しておりまして。パーソナルトレーナーということなので、はい、ちょっとムキムキですね、筋肉も。まあ仕事ですか。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。早速なんですけども、はい、オブスタクルスポーツって、はい、皆さん めっちゃ疑問なんですけど、どういった競技なんでしょうか？オブスタクルって、障害物っていう意味なんですよ。はい、で、今回でいうと 100m のコースに、はい、12個の障害物というものがありまして、はい、ここを乗り越えていって、はい、タイムを競うという競技になっております。なるほど。オブスタクルっていうのが障害物っていう意味なんですね。そうなんですよ。うんうんうん、でこれがね、2028年のロサンゼルスオリンピックの方で、はい、近代五種競技の一つとして正式な種目としても採用が決定しているっていうところで、まあ、これからもますます盛り上がってくるかな。そうですね、人口もね、はい、もっと増えそうですよね。増えてくると思いますよ。そしてこのコースが日本公認のはい、コース、あ、日本というか公式の公認コースなんですよね。はい、もう世界基準を満たしたコースになってますから、うんうんうん、まだ10月には世界大会とかもね、行われるようになってきてますので、はいはい、もう世界から日本にここにしかないですから、はい、どうして日本初が徳島っていうこの場所になったんでしょうか？はいはい、結構話すと、まあ、長いところではあるんですけど、うんうん、はい、やはりその今回の松島組の会長さんの熱い思いっていう部分から、うんうん、はい、いろんなご縁がつながっていって、でこちらのコースに設置されるというところにはなってきたかなと。なるほど。皆さんの熱い思いが詰め込んだこのオブスタクルのコースになってますね。はい、やってみたいなと思ってるんですけど、こんなね、私女性だったりとか、それこそ子供だったりとかも参加できるんでしょうか？あ、もう全然、はい、大丈夫で、まあ、当日のねタイムトライアル受付が終わっちゃってるんですけど、はい、はい、フリー体験が当日もできるようになってますので、ちょっとせっかくやからやってみられませんか？いいですか？はい、あ、やったやった、行きましょう。じゃあ最初こちらに行くんですね。はい、そうです。こっちがどういう、はい、こうスタート地点になるんでしょうか？はい、ここがスタート位置になっておりまして、うんうんうん、はい、これジャイアントステップっていうステップ台があります。ジャイアントステップ、ちょっと一回手本見てもらおうかなと思うので、はい、はい、じゃあ、まあ、ここはね比較的簡単に乗り越えていきやすい。すごい軽々と、はい、簡単なんですか？うん、簡単なんでしょうか、このところコースは。できますかね？まあ、ここはねちょっと乗り越えてもらいたいな。わ、はい、かりました。じゃあ行きます。はい、軽やか。軽やか。やったー、うまい、うまい、やったー。いけるんちゃいます？楽しいですね。はい、もう全然いいかなと思います。うんうん、はい、で次のこのこれは、はい、これがモンキーバーといってですね、はい、まあ、ちょっと最初の難関になってくるかなと思うんですけど、はい、はい、ちょっと長めの幅広めの運転というようなイメージかな。そうですね、はい、うわすごい、うわすごい、腕いっぱい広がる。白川さんは軽々行きますけど、すごい、すごいみたいな感じで、ね、乗り越えていただいて、で障害物の、ね、これは高さ 1.5 メートルもあるって言ってました、先ほどね。はい、こちら乗り越えていただいて、軽々と越えていきました。はい、平均台を進んでいただく。はい、じゃあ次これは何ですか？これはホイールといって、はい、回るようになってるんですよ。はい、でこちらを、しかもどんどん高さが上がってますからね。いやすごい、ちょっと揺れながら不安定ですよね。そうなんですよね、不安定なんですけど、うん、ねえ、すごい、はい、結構ここら来ると体力的に疲れるんで、ね、ここちょっとスルーで。白川さんでも息切れをするぐらいちょっと息切れがするから、結構ハードなんですよね。はい、そうなんですよ。そしてちょっとこちらですね、はい、釣り輪を、じゃあ釣り輪、また釣り輪ですね、飛び越えていただくと。あ、これもまたグラグラするやつ。すごい、早い早い、よいしょ、早いです、はい、こっちから見ると白川さんのこの腕の筋肉がね、はい、ちゃん筋が見えて、はい、かっこいい、まあ、仕事ですからでもここ後半になってくると、じゃあ次、はい、これがですねかなり難関なんですよね。そうですね、これクリフハンガー、指の力と腕の力と、はい、もう広背筋を使ってもう耐えていただく。え、おお、あ、すごい、指、指だけですよね。指だけ、そうですね、わあすごい、
結構きついですよ。もうねだいぶ軽減されてます。いやほんまに。で次がこれ、はい、私も一緒にしてもいいですかね。どうぞどうぞ。これターザンロープっていうんですけど。ターザンロープですね。一緒にやってみましょうか。よいしょ。これはどういう風にこんな感じでいいですか。はい、まあ、またがるというよりかはちょっと横に立っていただく方が、うん、はい横に立ってはいやりやすいかなと。コツありますか。はい、あとはねしっかり握っていただいて、はい、体を丸めていただくと丸める向こうの方にたどり着きやすいので。わかりました。ちょっと一緒に行ってみましょうか。はい行きます。はい、せーの、よっ。ああ、中原さん、いや、あのね、あの見るのとやるのが全然違いますよね。そうですね、意外と難しいから意外と難しかった。手の力もいるし、はい、いやそして最後がこちらが、はいはい、フィニッシュウォール。フィニッシュウォール、そびえ立ってますけども、はい、壁が、ね、高さはどれくらいですか。これ4メートルあります。4メートル、高い。すごくないですか。私が手を伸ばして3人ぐらい行きそうですけど、3人ぐらい行きそうです。めちゃくちゃ高い、うん、ここにたどり着くんでしょうか本当に。白川さんにそれもやっていただきたいと思います。はい、走って助走をつけて駆け上がります。ここ勢いとタイミングで行きます。はい、頑張れ。うわうわ、え、軽々行きました。すごい、さすがです。フィニッシュいうところで、はい、フィニッシュです。ここで結構軽々いけるもんなんですね。はい、僕は僕は僕は大丈夫。ちょっと私もやってみていいですか。じゃあじゃあちょっと中原さん、はい、頑張って。ちょっと行きます。思いっきり助走つけて、うん、行きます。よし頑張れ。いけいけ、頑張れ。ああ大丈夫ですか。これはちょっと高すぎました。でも ね、あの難しいんですけど、うん、本当にこういうの経験できることが本当にこういうここの場所しかないので、うん、楽しいです、ね、楽しそう。そして最後に、うん、白川さんの方から4月20日に行われるイベントについて最後白川さん上野からお願いします。はい、はい、じゃあこちらから失礼します。はい、はい、またあの4月の20日の土曜日にですね、あのこちらの、方でオブスタクルスポーツのデモ大会が開催されます。はい、あの当日はキッチンカーが来たりとかキッズコーナーがあったりとか、まあ、当日フリー体験であの当日に参加できるようなイベントをたくさんご用意しておりますので、ぜひあの皆さん来ていただけたらと思います。はい、はい、白川さん最後コースまでありがとうございます。体験もさせていただいて楽しかったです。はい、はい、めちゃくちゃおもろいです。、はい、ありがとうございます。以上鴨島町からお伝えしました。